どうもエルザです。それではホライゾンゼロドンやっていきたいと思います。さて、今回はファイアブレイクですね。マップ的に結構遠いんで、まあまあまあ道すがらこういうのを見ながら進めていこうかなと思います。追跡用だな。制御塔綺麗に抜けるよね。うーわ、しかも落ちた。あの塔を片付けないと。これさ、容量は増やせれない。まだ後ろいたのか。これ近寄りたくても近寄れないね。レベル40達成。いやいや、こんなん戦ったらやっぱ上がるわ、レベルは。それじゃうまくいくか試してみるか。あれもね、出てくれればいいんだろうけどね。動物の像。これは動物？イニシエのものの遺物か？あ、こうやって見るとあれだな。リス。リスいねえな。うわー、またあったよ、制御と。ヒリヒリする。
制御塔はそうだね、やっぱゲットしておいてだね。はい、うん、あーそういうことね。あれはいるな。よし、で逃げる。かかるなーって感じだよねー。よし、行こう。さあ、あと 300m ちょい。いやー、だいぶやっぱり移動大変だねー。かがんで静かに。バレるんかい。ストーカーは対、うん、あーリス逃げたー。他にお目にかかれない。手に入んない。あーめんどくさいねあれは。あー制御塔めんどい。丈夫な植物役に立つ。デーモン席がもうめちゃくちゃやもんな名前。あったんでー。
修復するなんて卑怯だな。その言葉と一撃なんだ。あーやっと近づいてきた。道中大変やった。今はそっとしておこう。タッキー B はあった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 。ちなみにね、あ、青の宝石なんか手に入ってる。強撃の弓、戦士の弓、討伐、これ長弓か。あーこれしよっか。やったねー。で、だから普通のがもう強撃屋なんだね。あー、いや違うか、シャドウの弓矢と基本的には一緒ね。はいはいはい。で、三中228。あー、いやーこれもそれなりに強かったけどね。60でしょ、元がこれ100だもんね。いやー強くなった。ついでに容量は増やせれないか。姿なき爪には近づくな。試練はいつでも受けて立つが、死に急いでいるわけではないからな。
流れ物が独調になるのは初めて。私への水の補給はしておいた。石塚さん、石膏のフロストクローに目を光らせているわ。仲間も増えた。三人試練を通過したんだ。みんな喋りすぎ。んじゃ話しかけよう。運命がお似合いだ。アラターク。山を奪い返すのではなかったのですか、族長。準備を怠るな。槍を磨いておけ。もしも我らが戻らねば、狭間を守るのはお前の役目だ。そう、もちろん我らの族長に異論がなければだが。それでいいんじゃないか。でもそうならないよう願っているよ族長。命じる責任は軽いものではないぞ。分かっているよ。へえ、お前とオーリア。まだオーリアと話していないのか。必要ない。あやつが望んだのだ、頂に戻ることをな。唯一の望みだ。そのためなら我が槍すら奪うだろうと気づくべきだった。カージャにさらわれてからというもの、妹は変わった。オーリアに何が。カージャの捕虜にされていた時、オーリアに何があったんだ。シャーマンというものは機械を知り尽くすもの。追跡し気絶させる。カージャはあやつを利用し機械を捕らえ、そして太陽の広場に解き放った。虐殺行為の片棒を担がされたのだ。あやつは無慈悲な太陽のもと己を恥じ、そして生き延びた。あやつは耐えたのだ。あの魂を救わねばと己に言い聞かせることでな。そう、あやつにはそれこそが全てなのだ。最初の遠征で何があった。ボーリアが頂へと導いたが、道は大きな扉に塞がれていたのだ。新しい扉だよ、機械炉のな。扉をぶち破ろうとしたが、びくともしなかった。我らは皆疲弊し、前にも進めず背後には機械だから引き返すことにしたのだ。確かに犠牲は出たが、残っていれば全てを失っていただろう。それに二度とオーリアを危険な目に遭わせたくなかった。向こうの扉には、何が。扉の向こうには何が。私にもわからん。一面の鉄に死の調べ、聖なるものなど一つもない。山に眠るのは機械と死のみだ。我々の死かデーモンのな。魂を見つけたらどうする。苦痛から解放してやればいい。お前が一緒だと私も心強い。誰かがオーリアを守らんとな。さあ、アラタグと話す。で、オーリアが先にいると。弓ちょっと試したいね。200ダメ叩き込みたい。あるかな。制御灯を壊してるときに手に入れてるのかな。何してんの。アーロイ、ようやく魂との再会が実現されるのですね。きっと青い光も蘇るでしょう。私一人では叶わなかったでしょう。我らバヌークのしきたりを知らぬよそ者に。いえ、ごめんなさい。私、お礼を言おうとしているのか。ええ、その通り。あなたはいつも糸を解き可能性を生み出す。おかげでこうして巡礼に旅立てます。できることならアラテイクに恥をかかせたくはなかったけれど。兄は同行するのですね。その資格はある。とても頑固だけれど、あの戦のせいでそうなるしかなかった。私もそう。へえ、囚われていた時のこと。お前は長い間カージャに囚われていたとアラタークに聞いた。ひどい話だ。兄はそのことを忘れられずにいる。私は変わったわけではありません。
その逆で私は気づかされたのです。人は全てを失うと本当に大事なものに気づく。魂、青い光、扉の奥、そして私の兄、冷たい北風をこの肌に感じるたびに案じたものです。アラタークとの戦について。戦でアラタークは変わったのか。何もかも剥ぎ取られ、残されたのは揺るぎなき氷のみ。それが真の姿、鋼の意志を持つ屈強な戦士。兄は千の凍てつく夜にカージャと槍を交え、そして日の出とともに皆を鼓舞するのです。兄はあの戦で23の怪我を負ったのだと一族に言われています。でも愚痴すら言わない。それよりも私の面倒を見る方がよほど大変だと。確かに兄には苦労をかけてばかり。ここでサイレンス聞くか。私も今は族長になったわけだけど、サイレンスのことを話せなんて命令はできないよな。アラタークは王の衆の秘密に触れようなんて考えもしなかったでしょう。でもあなたはアラタークではない。サイレンスと関わりがあったなら聞きたくもなるでしょうね。サイレンスは遥か北からバンアーに来たフクロウの目の若いシャーマン。遠方のウェラック、南へは滅多に来ません。あいつはシャーマンだったのか。そう、少なくともフクロウの目に使いを送った時はそう言っていました。機械に関する抜きんでた知識を持ち、そして私たちと情報を交換したがっていました。彼はいともたやすく王の衆の信頼を得て、ほどなく集会に招かれたのです。お前はどうだ、信用したのか。いいえ、でも感銘は受けた。彼は落ち着き威厳を持っていました。学びを得ようとしましたが叶いませんでした。彼は最も神聖な集会所マルムストロムの凍てつく洞窟についての知識を与えられたのです。慣習では真冬にそこに集まるのです。でも次に戻った時、洞窟は荒らされていた。古の世界の遺産は盗まれ、氷と鉄に穴が開けられていた。サイレンスがやりそうなことだな。遺産を奪って消えたのです。腕のいい者たちに追わせましたが戻ってこず、そこでフクロウの目に確認したところ、彼の保証人も消えていたのです。初めからいなかったかのように。彼がそもそもバヌークであったかどうか疑う者もいました。お前はどう思う。あの男は許されざる冒涜を犯した恥知らずの危険人物です。けれど優秀で腕が立ち、誰よりも知識にあふれている。あなたを除いてはですけれど、他の者なら警告するでしょう。でもあなたならば平気かもしれません。でも油断は禁物。覚えておくよオーリア、ありがとう。なるほどね。ああ、だからラスボス後の話でああいうものを持ってたんだね。ああ、じゃあハデスをどうにか倒すことができた後、よりしろが必要になると。でそのよりしろを探すためにいろいろ遺品探したりとか情報を探してて、まあここにもその最初の方で来たという感じかな。雷鳴の頂について。頂には何があるんだ。遺跡、機械、機械炉の新しい扉。あなたならばきっと中に入れるはず。扉の奥には魂が必ずいるはずです。けれどデーモンが私たちの行く手を阻むことでしょう。登ろう。ここに戻るために随分と苦労したんだろう。またあの声を聞きたいのです。今度はあなたと。そうだな。良いのですか。登り始めれば引き返すことはできません。雷鳴の頂に登ろう。
ようやく登れるのね。どうやって、どこから登るんだ。上ではない、ここだ。今よ兄様。私も古のものを呼び出せるのです。この場所は何だ。かつてここは彼女の一部だったと魂が言っていました。人類を恐ろしい恐怖から守った要塞だったと。要塞っていうより機械じゃないか。そうでしょうね。青い光は機械に宿るのですから。まだ光が残っているといいのだがな。まあ火事と間違えて探知してっていうことだよね。あの煙で訓練じゃありませんって言ってたからね。バンガーの崖のように高い。どうも気に入らない。よし、じゃあ今回ここまでにしましょう。まあちょっとね移動多めだったけど重要な話は分かったんで、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。動画見てる方はここまで、ライブ配信見てる方は引き続きやっていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。